はい。それでは日本の姿行きましょう。1番目。世界の国々では、それぞれ基準になる経線を決め、それに合わせた時刻を国の基準の時刻として決めています。ということなんですが、はい。日本はね、もう覚えておいてね、ロンドン基準にして東経135度のところにあります。ね。で、時刻ってね、国によって違うんですよ。で、日本はこの東経135度のところの時刻になるので、まあそういったね、国に合わせて基準の時刻を決めてると、こういったものを標準時って言います。ね。で、2番目。日本は東経何度の経線を標準時の基準としているのか。またその経線が通る兵庫県の都市名を選べなんですけども、これはもう絶対覚えてね。東経135度。そして兵庫県の明石市を基準にしてますね。明石大橋があるところね。あそこです。あそこ基準にしてるんですよね。はい。では3番目。この X の線。これも覚えておいてね。この線を本所守護線って言います。絶対覚えとかないですね。本所、守護線。メモっといてくださいね。これは本所守護線です。はい。これは、イギリスの通ってる首都名、ロンドンですね。ここがもう基準になってるんですよね。日本はここから東に135度のところにあります。はい。では4番目。イギリスが6月10日午前6時だったらですね、日本は何月何日何時かなんですけれども、はい。まあ、ここでさっきやりましたけれども、ロンドンに対して135度離れてるんですね。135度離れてる。そして、1時間で15度ね、地球は回ってますからね。15度ずつで、時刻がね、1時間ずつ変わるんですよね。なので、135割る15をすればいいんです。そうすると、9。はい。9時間の時差がイギリスのロンドンとあるんですよね。はい。そして、こっち見てくださいね。東に行けば行くほど時間はね、進みます。右に行くね、東に行くと時間は進むので、イギリスの時刻に対して、これ9時間足せばいいんですよね。9時間進んでるわけだから。だから午前6時に9足したら15時ですよね。12引いて午後3時ってことですよね。だから6月10日の、9時間足して15時だからね。午後3時。これですね。6月10日の午後3時ってなるわけです。はい、5番目の1。はい、この地図上の Y の線なんていうか、ね、ちょっと見えますか、これね。こうなってます。変な形してるのは、これ、ニュージーランドは左側みたいなね。国によってこう分けてるからなんですよね。はい、この線を日付変更線と言います。日付変更線。これもすごく大事ですね。太平洋の真ん中通ってるんですよね。で、これはまさに漢字で書いてあると日付が変わるんですよ。こっからね、まあ、左から右、つまり西から東に移動すると、一日これね、戻ります。逆に言うと、こっちからこっち行くとね、右から左だと進みます。だから、では日本からアメリカにね、飛行機で飛んでいったらですね、まあ、ここ越えた瞬間、一日ね、戻っちゃうんですよね。逆にアメリカから日本帰るときは、ここを通るとね、1日進んじゃうんですよね。はい。ということで、1番目。1の線を、遅らせって書いてるから、西から東ですよね。日付1日遅らせってわけです。はい。では、2番目行きましょう。一つの国の範囲である領域は1から3で成り立つと、5く入れてくださいと。はい。まず1度、1。
まあ、陸地のところですよね。一つの国のこの陸地のこと、これを領土と言います。で、からその周りの海ですね。ここまでがこの国ですよということになります。これが領海になります。で、その領海のこの真上取ったこの空ですね。ここまでが、まあ、その国の空になってくるわけです。これが領空ですね。ってなってるわけです。はい。では、括弧2。四角の4は水産資源や、海底の鉱山資源の、資源を沿岸の国が利用できる範囲である。つまり、この4の範囲はですね、海ですけどね。海ですよ。ここ海ですよ。この1の、この国がですね、ここの、まあ、水産資源だから魚とか、あるいはなんか石油とか取れたら鉱山資源ですね。石油とか、まあ、鉄鉱石とかそういうの取れたら、もうこの国が利用できるんです。取っていいんです。逆に言うと他の国は取っちゃダメなんですね。はい。この、範囲のことを何て言うか。これを排他的経済水域って言います。漢字しっかり覚えてくださいね。排他的経済水域になります。これもちょっと覚えてほしいんですけれども、200海里っていうのを覚えててくださいね。この、B の部分ですね。ここのところね、陸のところからこのギリギリのところまでがこう200海里なんですよ。また出てきますけどね。はい、3番目。この領海とですね、この4の排他的経済水域を合わせた面積は国土面積のこの土地、領土の部分ですね。何倍か。まあ、はるか海の方が広いんですよね、これね。領土覚えてますか？領土は38万平方キロメーターでしたね。これ覚えておいてね。これよく出るんで。国土面積は38万平方キロメーター。あ、もちろん約ですけどね。これ暗記しとかなダメです。領土は38万平方キロメーター。それに対して、この海、領海と、そして排他的経済水域を含めた大きさっていうのはね、だいたい447万平方キロメーターなんですね。なので、まあ、10倍以上。もう、海の方が10倍広いって覚えておいてください。10倍以上広いよ、ということですね。さあ、最後あと覚えておいてほしいのは、領海の距離。領海の距離は、この海里という単位を使います。まず、領海は12海里。これを暗記してください。領海は12海里。そして、排他的経済水域は200海里です。ちなみにね、1海里っていくらですかっていうのが出てくる時もあるので覚えておきましょう。1海里って一体何メーターですかっていうと、結論言っちゃうと1852メーターです。こんな覚えられへんというお友達も多いと思うんですけれども、これ実はカレンダーの1の位なんですよね。カレンダーって1日の下って8日ですよね。で、次が7足して15。7足して22じゃないですか。ね。見てください、1の位。1、8、5、2。ここで分かっちゃうんでね。1の位で、1回で出るんで、これを覚えておいてください。では、裏に行きましょう。よいしょ。で、次は。この日本のね、最短に、一番端っこにある島の問題ですね。これもね、もう全部ね、覚えちゃいましょうね。まあ、一番なんですけれども、日本の南端に位置し、島が波によって削られるのを防ぐために、工事が行われている島の位置を選べ、その島名かけということなんですけれども、まあ、真南だから、まあ、空にですよね。で、この島はね、もう岩しか残ってなくてですね、波でどんどん削られてるんですよね。で、なくなっちゃ、削られて海に沈んじゃうとね、日本の領土失っちゃってね、広い排他的経済水域失っちゃうんですよね。
だからそれを防ぐために、工事してね、絶対海に沈まないようにしています。はい、この島の名前を沖ノ鳥島と言います。沖ノ鳥島ですね。これは頑張って暗記しておいてくださいね。ちなみに、全部覚えておいてね、これ沖ノ鳥島で、この一番北にあるね、この島、ここですね、わかるかな、これ、北方領土の一つですけど、これ、択捉島ですね。もう書いときましょう。尺足、底辺に尺足ですね。尺足島で択捉島と読みます。そして、一番東にある3番目、これがね、南鳥島なんですよね。一番南じゃないけど、南鳥島です。はい。で、一番西にある島、これ、与那国島です。沖縄県の一番端の方なんですけどね。与那国島。これ全部覚えておいてください。まあ、僕の覚え方なんですけどね。東西南北の順番でね。東西南北、南よ、沖へとって僕覚えてます。南よ、沖へとっていうね。南よ、沖へと。東西南北、南よ、沖へとですね。うん。はい。さあ、2番目。さあ、この A の地域ですね。択捉島、歯舞群島、色丹島、国後島、4つまとめて、北方領土って言います。ここのね、島々のことをですね。北方領土言います。うん。はい。で、この北方領土は日本の国の島なんですけれども、不法に占拠されてるんですよね。その国名は、まあ、この北にある国ですね。ここにある。OK、もっと大きいですね。こう、OK、そう、ロシアです。はい。ロシアが不法に占拠してるんですね。覚えておいてください。はい。まだ不法に占拠されている島あります。はい。1852年から韓国に不法に占拠されている島が、もう島根県の北の方にあるんですね。ここですね。B のところですね。これ島根県なんですよ。うん。そして島名は竹島になります。で、島根だからですね。うん。これが韓国に不法に占拠されている。あと一つ、まあこれはまだ占拠されてないんですけれども、自分の国だと主張されているところがあるんですね。はい。東シナ。シナって中国のことを表すので、中国の東側の、わかりますかね。ここの A の部分なんですけどね。A の部分。ここの島ですね。これ尖閣諸島っていうんですね。尖閣諸島。ここが中国が自分の国のものだって主張してるんですね。うん。尖閣諸島の領有権を一方的に主張するようになりました。中国ですね。で、A になります。では、4番目いきましょう。はい。それぞれの県の何地方かですよね。うん。はい。さあ、A は、これ何県かわかりますか ?A は何地方か。ちなみにこれ A、山形県ですよね。これ、山形県。いいですか?山形県。上が秋田ですからね。山形県。山形県は東北ですよね。気をつけてほしいのが、この新潟はね、東北じゃありません。新潟は中部地方になるからね。はい。さあ、B 見てください。B は、ちょっとわかるかな、これ。ここですね。これ、群馬ですね。関東地方ですね、B はね。関東地方。で、関東地方、北の方、左からね、群馬、栃木、茨城。茨城ですね。群馬、栃木、茨城ってなってます。群馬、栃木、茨城。これ覚えておいてくださいね。うん。はい。C。C はね、兵庫県の隣、岡山県ですね。うん。これは中国地方ですね。中国、四国地方になるね。だから、おですね。はい。では、2番目いきます。さあ、色塗った部分。はい。この地域は、
中部地方をさらに細かく分けた呼び方になります。はい、中部はね、この日本海側、そしてこの、まあ、山側、そして太平洋側で3つに分けますね。はい、書いてる通りなんですけど、ここ北陸って言います。北陸。ちなみにこの山のところですね、長野県とかね、岐阜県とかは中央高地って言います。山が綺麗なところですね。で、太平洋側。これは、東海地方って言いますね。静岡とか愛知県のことですね。うん。覚えておいてね。北陸、中央高地、東海となってますからね。今回は北陸なので、うです。さあ、では1と2の県庁所在地名を答えろということなんですが、さあ、1は、これ、宮城県ですよね。宮城県。うん。宮城の県庁所在地は仙台でしたよね。宮城は仙台市です。はい。では2。2は、これは、三重県ですね。三重県。どうかな。はい。三重県は、津市ですよね。津市。はい。ちなみに、松江っていうのは、これ島根県です。うん。ここですね。島根県。ここですね。島根県の松江。で、金沢市はこの石川県ですね。石川県の金沢市でしたね。はい、4番。近畿地方には府が2つあります。大阪府とあともう1つは何か。大阪府。もう1個は京都府ですよね。うん。京都府。はい。じゃあ最後。福島県。ここですね。福島県書いてますね。福島県。うん。福島県は県内を3つの地域に分けることができる。若松城がある地域は、はい。福島は昔から会津と呼ばれてますね。覚えておいてください。会津。はい。大体以上になります。